どうも皆さんごきげんよう、メロンと申します。KSP がエピックで無料配布されて試しに遊んでみている方も多いんじゃないでしょうか。この解説シリーズではですね、ムーンまで行こうということで、キャリアモードで衛星に着陸するところ、だいたい中盤ぐらいなんですけども、そこまで解説していきたいと思います。なお私自身ですね、300時間弱一通りはプレイしてるんですけども、KSP マスターというほどではないので、間違ってることもあるかと思います。間違ってたらごめんなさい。それでは早速ゲームの方に移りましょう。で、難易度によってね、いろいろ変わってくるところもあるので、ここではノーマルにして、キャリアモードにしていきましょう。ロードが終わりました。進め方なんですけども、ロケットを打ち上げて、で宇宙で実験をしてサイエンスポイントを稼ぎ、サイエンスポイントを使って技術を進めて、でロケットのパーツをアンロックしてより大きな実験打ち上げをしていく、そんな感じです。でね、ロケットの打ち上げにもお金がかかるので、企業からの契約をクリアしてお金を稼いでいくという形になりますね。これがお金の表示になってます。で、施設はアップグレードできるんですけど、そこにも結構お金かかるので、基本契約のためにロケットを飛ばすっていう感じになります。で、あとですね、スペース X 社、ここに見えてると思うんですけど、こういう感じで、機体を再利用するとですね、ちゃんと回収できた分のパーツとか燃料の分はお金が返ってくる仕様になってます。画面上部のここにお金、サイエンスポイント、で、名声が表示されています。名声は経験値みたいなもので、最初のロケットの打ち上げ、最初の月面着陸など何か新しいことをすると貯まります。この宇宙機関の世間からの信頼みたいな、そういうのもあるかな。で、この貯まり具合によって企業との契約内容が変わってきます。なんで最初は地上のミッションとかも結構あります。今から各施設の紹介に移ってきますが、施設を使うときにもう一度説明はすると思うので、早く進めたい方は次の動画に飛んじゃっても大丈夫です。はい。で、先ほども言ったようにですね、各施設をアップグレードできるんですけども、アップグレードしたら何ができるのかっていうのを説明していきますね。まずはこのロケット組み立て棟。これはですね、ロケットを組み立てるときに使う施設ですね。だってですね、縦に積み上げたり、あとは、ここをこうやってやると、こうなるんですけど、横とか、天体ショーみたいな。そういうのが得意です。で、ロケットに組み込めるパーツの数はですね、初期だと確か30とかも限りがあって、アップグレードすることでパーツの数の上限を増やせると。で、最大までやるとパーツ数無制限でいけます。次は発射場ですね。こっちもね、アップグレードで大きさや重量変えられます。最初はやっぱちょっと小さめのしか打ち上げられないって感じですね。スペースプレインハンガーはロケット組み立て棟の飛行機版です。飛行機とかスペースシャトル、あと月面探査車、ローバーみたいな横向きのものを組み立てるときに使います。で、こっちはこうやって置くときに線対称になるんですね。なんで、ちょっと操作感がロケットの方とは結構違います。こっちのね、滑走路はさっきのロケット発射場と似てて、最初はやっぱ重さとかサイズに制限があって、アップグレードすることでそれの制限をどんどん緩くしていくことができます。次の重要施設なんですけど、研究開発センター、こちらはですね、技術ツリーを進める施設です。で、途中でですね、この辺で一回この施設のアップグレードをしないとアンロックできないみたいな、そういうところがありますね。あと、1段階アップグレードすることで、サンプル採集ですか？地面の土を取るみたいな、そういうのもできるようになるな。こちらのトラッキングステーションはアンテナ基地ですね。ここで軌道の表示だとか、あとこう、操作する宇宙船、例えばこう宇宙ステーションなんかですと、ずっと回ってて、一旦基地の画面に戻ってとか、そういうこともやりたいので、そこからもう一回宇宙ステーションを選択するときなんかにここに入って選択して、で、操作できる。そういう感じですね。あとアップグレードでですね、例えばこう、最初は特に何も出ないんですけど、重力作用圏、月の方に入ると月の重力の影響がありますけど、そこで、ね、計算なんかをしてくれたりします。ミッションコントロールセンター。ミッションコントロールセンターはいわゆるヒューストン、
って言いながら通信してるあれですね。ゲーム的には企業との契約を管理する場所になっています。アップグレードで同時に契約できる数が増えます。最初は確か2つまで。で、ミッションコントロールセンターとトラッキングステーションが両方レベル2になるとですね、マニューバノードという起動計算ができるようになります。マニューバノードは必須なので、早めにアンロックしていきたいところですね。で、これが宇宙飛行士センター。宇宙飛行士センターは、まあ、宇宙飛行士を採用するときに使います。で、まあ、ほとんど用がないと思うんですけど、最初は5人だけ枠があって、まあ、最初本当に1人とか2人ぐらいしかミッションクルーいらないので、まあ、ほとんど用がないですね。一応大事なのがですね、船外活動ですね。宇宙船の外に出て、宇宙遊泳だとか、さっきの月面に着陸して、で、砂を取るみたいな、そういうなんか船外活動の許可みたいなのもアップグレードしないとちょっと、ここのアップグレードが、その船外活動に必要になってきます。で、最後になるんですけども、これかな。運営本部。この運営本部はバフ効果のある、事業戦略が行える場所になってます。基本やんなくても大丈夫なんですけど、お金とかサイエンスポイントが足りない時の小手先の調整みたいな、そういう時に便利ですね。紹介はこんなもんだと思います。次の動画からは最初にすべきことから始めていきます。ご視聴ありがとうございました。